司祭がエピタラヒリを、信徒の頭に被せ、いた会機密を執行している場面。国会室のような施設は、正教会には存在せず、聖堂の一角にあるアナロイの前で小声で国会を行う。いた会機密とは、正教会における機密の一つ。いた会機密は罪によって、正教徒が、 教会生活から離れた時の、教会における神との和解の正式な儀礼として位置づけられ、神と人に対して謝罪し、神との交わりに復帰する意義を持つ。また、信者の生活の主要な活力の源であると申される。カトリック教会の許しの秘跡、聖公会における、個人懺悔に相当する。懺悔の語が、日本性教会で用いられることはない。 礼儀の名称としては、国会礼儀との名があるが、日常的にはほとんど用いられず、もっぱら、いた会、いた会機密の語彙が用いられる。いた会の語は、正教会のみならず稀にいた教派でも古い文献で、用いられたものがあるが、本校では、正教会における、いたくいといた会機密について詳述する。いた会機密が始まると、 ハリストスの証人の役割を果たすとされる司祭が、祈祷文を唱え、豊かい機密において、神の恩寵が降るように祈る。そして参加する信徒に対し、告げなければならない罪の概要を例示し、さらに信徒は、委託する前にまず、他人の罪を許し、和睦することが必要であるとの教えを説く。この教えは説教の形式ではなく、 祈祷文としててのの定式を取っており毎回同じ教えが説かれるるものである信者は司祭と並んで十字架と福音行が置かれたアナロイの前に立つ。一人一人が自らの罪を告白し、司祭はそれに対し信徒としての生活の改善のために精神的助言を与える。最後に司祭は、いた会社の頭にエピタラヒリを乗せ十字を描き、 神の許しと和解としての祝福を行う。委託いの内容が他人に聞かれることがないように、道内では別の信徒によって、精鋭などが大きめの声で図教される中で行われることが多い。また、自家などの方針例が行われている最中にいた、会期密が並行して行われるケースも多い。スラブ系の聖教会では、委託会期密を、両聖前に、 必ず行う習慣がある。一方、ギリシャ系の正教会では、そのような習慣はない。また、委託医は、個人的に行うものが基本だが、稀に集団通会が行われることがある。正教会の委託医機密には、カトリック教会のような法的な、償いの意味はないため、償いの指示を伴う助言、指導がなされることはない。また、カトリック教会における、 国会室のような密室で行われることは、ほとんどなく、多くは、聖堂で行われる。委託位について、元となる聖書の箇所として示されるものには、以下のようなものがある。ありがとうございます。